東日本大震災から間もなく12年、羽生譲るがメッセージ寄せる。感謝してもしきれません。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケート男子で五輪に連覇を果たし、プロに転向した羽生譲る28が、東日本大震災風化防止イベント事務局を通じメッセージを寄せた。東北4県、青森県、岩手県、 宮城県、福島県から構成された東日本大震災復興フォーラム実行委員会が中心となり、東日本大震災風化防止イベントを3月5日から11日に潮止め潮サイトで開催。首都圏で東日本大震災の被災地の復興状況や取り組みなどの情報発信を行うことで、風化防止及び被災地に対する継続的な支援を呼びかけるという、当イベントに先立ち。 事務局はハブの胸の内を紹介。動画を通じて、私は仙台のスケートリンクで練習している最中、震災に遭いましたと切り出しつつ、自宅も大きな被害を受け、生活するという当たり前のようにあったことが難しいことへと変わっていきました。そんな中、リンク周辺などのお店の方々が食料や水、電池などの様々な物資を買わせていただいたり、分けていただいたりしました。 支えてくださった方々に、いくら感謝してもしきれませんと振り返った。その上で、私の力は小さいと思いますが、少しでも貢献していけるよう、これからも継続的な活動を続けていきたいと思っております。これまでもたくさんの支援をしていただき、一人の宮城県民として本当に感謝しております。ありがとうございましたとコメントした。かねて被災地に特別な思いを抱くハブは、3月10から12日に、 ハニューノットステレイタを宮城赤水ハイムスーパーアリーナで実施する予定となっている。トースポウェブ。ハブ君の力は小さいどころかとても大きいと思う。10代の頃から変わらず支援を続けているブレない姿勢には頭が下がる。ハブ君が震災について語るたびにファンも思い出す。被災地でショーを行えば、お金を落として支援しようとファンも動く。彼の存在は被災地にとってとても大きいよ。 寄付額も3億に迫るほど、こんな額を寄付しているのは、アスリートは元より、著名人だってなかなかいないだろうな。しかもアマチュア時代から。正直言えば、これか稼ぐ分は、もうハブ君自身のために使っても良いのではないかと思う。専用リンクもあれば良いのになと。ハブさんはずっと被災地に寄り添い、震災で傷ついた心に寄り添ってこられました。ご本人も、自分が過ごしてきた土地や日常、 周りののの人々が傷傷つついていいてて、るを見たたくさん傷つかれたのだと思います。私はあの震災ではそこまで被害がなかった土地の人間で、ともすると震災のことが遠い記憶になってしまっている。しかし、それよりさらに前の阪神・淡路大震災で被災され、家族を亡くされた方が、あの時を思い出さない日はないと先日涙を流されているのを見て、人の心の傷はいつまでも残るのだと思い知りました。 こうしてハブさんが一生懸命発信し続けてくださることで、実際に被災したことのない私のような人間も、辛い思いをしている人に寄り添える機会をいただけているんだなと思っています。